はいさい、ぐすよ、中華涙、コム三線広め隊の上田日曜日、初めての方や、ミシチョウで歌いみせび。さて、今日はですね、皆さんに、お知らせって言いますか、紹介があります。私たちの活動が、心豊かに生きる、新生、発行は社団法人倫理法、倫理研究所、なんですけどね、全国に23万部、発売されました、その中で新しい風を、新しいことを、ごめんなさい、新しいことを始めという、特集の中にですね、私たち、ちょうど私も50歳で沖縄の三線を始めたので、その記事の内容が、紹介されてます。見えますでしょうか、コム三線広め隊のこと、そして私たちの仲間のこと、そして私が三線を始めたきっかけ、母との思い出とかですね、本当に、記者の方が本当に私が話した内容を上手に紹介してくれてるなと、思います。でここでですね、これから新しいことを始めたいっていう方が新年に向けてもそうですけどもたくさんいると思うんですね、私は50歳で三線始めたんですけども、いろんな思いがありました、50歳になったら何かを始めようということもあったんですけども、やっぱり、何か夢中になるものがきっと欲しかったんだと思います。でさすがに、始めたらすぐに夢中になりました、そんな時にただ夢中になるんじゃなくて、今までの経験を全部三線の音色に合わせて、発信しようと思いました。ハートの記録、思い出もそうなんですけれども、私にとっては、BGM、人生の BGM を奏でるっていうとちょっとあれですけどね、そんな思いでまず三線を始めたら動画を撮ろうと思いました。YouTube にアップしようと思いました。自分の記録を記憶を残そうと YouTube に下手でもいいから何でもいいからとにかく一曲を覚えたつもりでどんどんアップしていったら、その数も、昨日で一昨日でしょうかね、650本超えました。まあペース的には3日に1本ぐらいのペースでアップしてます。よくついたなぁと、思いますね、そんな中で、せっかく新しいことを始めようという、特集なので、今日もこの雑誌を見ていただいてですね、思わぬ反響がありまして、ちょうどパソコンも始めたかった、三線も始めたかった、写真も始めたかったという方々から問い合わせが、増えてきてます。でその中で、今日ですね、私もおかげさまで三線やるようになって、耳コピーも少しできるようになって、これから耳コピーで、歌った歌の中に替え歌なんですけれども、こんな風にするとボケますよ、こんな風にしたらボケませんっていう、ボケない小歌を、ちょっと耳コピーでちょっと覚えて今練習してるんですけども、歌ってみたいと思います。では水をさそう、何もしないでぼんやりもテレビばっかり見ている、頭はけてもまだ若い。
Thank you.